どうも。今回は、先ほど、買ってた、これ、カーゼフレックスの、取り付け、PC をここに用意しました。今、撮影しているのが、旧型の PC なんで、ちょっと重くなるので、ちょっと動画カクカクする可能性があるので、そちらの方はご了承ください。はい。ちょっとすいませんね。これ、動かしましょうかね。はい。動かしやすいように、センサーボタン引いておきましたんで。俺の顔が映るのが心配なんですけどね。見えるかどうかわかんないんですけど、ここね、ここに取り付けるの。ここに取り付けます、9センチファンを。はい。ここ開けていくんですけど、はい。それでは、すいませんね、操作が。それでは、まず、後ろのパネルを、開けましょうか。2つの、手回しネジで止まってます。よいしょ。忘れました。中身はこんな感じで。見えてます。どうでしょう。こんな感じです。中身はこんな感じですね。ちょっとごちゃごちゃやっぱりしてますね。ちょっとこれなんか下からこっち変われないかなと思うんですよね。はい。それでは、この後は、ホコリちょっと溜まってきてますね。はい。この後は、フロントパネルを、これの方に当てていくと見えないですね。すいません。これなら見えますかね。この3つ、こことここを同時にカチッとやってあげれば外れます。はい。全然見えませんね。ちょっと動かします、ケースを。よいしょ。全然こんな感じで、上に上げると、蓋が外れると。さて、そろそろ増設の方へ入りましょうかね。よいしょ。ここですね。ここに、9センチファンを取り付けます。もうホコリがちょっと溜まってきてるんですけど、すごいですね。気にしないでおきましょう。はい。それでは、取り付けましょう。ここも手回し式ネジになっておりまして、ここを付けると、開く仕組みになっています。はい、こんな感じでね。そしてこれも上げると外れるんですけど、ここに裏からネジ止め、ここからね、上からに、ちょうどハブイスがここに入っちゃいますね。ここに入ってるんで、上の方に、取り付けたいと思います。はい、で、やりにくいんですけど、それでは、先ほど買っていたのはこれを開けたいと思います。ちょっと動画の時間心配なんですけど、さっさとやっちゃいますね。はい。はい、こちらですね。これを取り付けます。付属のネジでまとめますね。最近なんかゴムで止めるやつもあるらしいんですけど、ネジですね。はい、とりあえずファン電源のなんか止めてあるやつ、まとめてある紐を外しますね。はい、外れます。さて、取り付けていきましょう。はい。これ矢印が、ありましたね。これ矢印がここに見えません、見えませんよね。ここに矢印が、見えますか？わかりませんけど、ここに矢印があるんで、これはちょっと吸気用にあるんで、矢印が中に入るように。だからこうですね、ちょうど。こう、こうだから、はい、こうですね。はい、合ってます。はい、それでは、取り付けていきましょう。ケーブル入りやすいなら、こうだね。うん。こうつけます。はい。ネジ。4つしかちょうどしかついてないんでね、なくしたら大変だけどね。あとドライコーだけ。
ライバーがない。ちょっと待て、ちょっと問題が発生した。ドライバーがない。あった。ドライバー。ドライバー、いつものドライバーです。はい。さて、それでは、取り付けていきましょう。すいません、絡まって、ケースの、あれが、これ外しますね、これ。これが外れないと取り付けられないんじゃないですかね。うわ、埃が溜まってますね。見えないと思いますか。はい、それでは取り付けていきましょう。向きはやっぱ、はい、向きは合ってます。さて、取り付けてみます。これ全面から取り付けるんですかね、よくわからないですけど。多分全面からです。それ以外取り付ける方法はありませんからね。さて、それでは、まず上の方から。すいませんね、ちょっとやりにくいね。ちょっとずれてるかな、よく思えば。すいません、ちょっと待ってくださいね。ちょっとずれてます、明らかに。明らかにファンネジがずれてます。ちょっと待って、まあ、やっぱ違うと思いますね。ちょっとグダグダになりつつあるんですが、時間の方が心配になってきたので一旦ここで止めます。はい、すいません。